Salamat po sa intonation, bossing, ha? 200, walang pangalan, salamat po. ここまで 33 勝 22 KO 4敗1分け。最新ランキングは IBF 世界スーパーバンタム級13位、 WBC 世界スーパーバンタム級第7位、 WBO 世界スーパーバンタム級第6位、世界3階級制覇王者、元 IBF 世界ライトフライ級チャンピオン、元 IBF 世界フライ級チャンピオン、そして元 WBO 世界バンタム級チャンピオン、Former Three-Weight Champion of the World, Champion!叩きつけられるか、ジョン・レイル・カシメロ。ラブゾーナー121パウンド4の3ルーベース、ここまで21の12 KO 3敗。最終ランキングは WBC 世界バンタム級12、 WBO 世界バンタム級第8、サウナビー。同じくウィニー・マーティン、同じくリーダー・哲也、本日のメインイベントです。菊池雄二、スーパーバンタム級の契約から変更されまして、128パウンド、およそ 58.0 キロ、10回戦に変更されています。さて、解説、まずは亀貝さん、注目しているところ、ぜひ毎日教えてください。そうですね、カシメルのコンディション、そこはやはり1ラウンド目よく見たいですね。はい、さあ、岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の競技選手の試合がまあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、さあ、メインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・ミエル・カシメル VS サウル・チャンス・サンチェス、10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあ、カシメロのコンディションも心配されるんですけども、いきなりダウンが生まれました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。これは目が離せません。サンチェスの得意なんですよ、もうためを作らずに左にうまく打ち込めるんですよね。ボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れました。サンチェスの返し、カシメロの踏み込みが始まった。2度目のドロン、そして魚の体が魚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 。さあ、カシメロが来るか、止めに来る、そして進んでいくか、もう進んでいくか、いや、返せ、もういいですか、返せ、さらに進んでいく、サンチェス、いや、カシメロ、カシメロが進んでいく、左に入った、残りは40秒、少しずつか、いや、まだ効いている、まだ効いている、今のグリーチャー、サンチェス、うまかったですね、2度目のダウンは思い切り効かされました、
サンジェスのおかげですから、はい。